皆さんこんにちは。ファボリムジーク音楽教室サックス講師の荒川真奈です。動画ご視聴いただきましてありがとうございます。今日は楽器を始めたばかりの方へ、基本の構え方と音の出し方についてお話しいたします。しっかり音が出せたら指使いについてやっていきます。まずは左手、中指だけを押して音を出してみましょう。これでドの音が出ます。今度はフォーカウント鳴らしてみます。次に中指を外して人差し指だけを押さえてみてください。これでシの音が出ます。またフォーカウントやってみます。今度はそこに中指を足します。人差し指と中指両方押してラの音が出せます。これもフォーカウント伸ばしてみます。次に薬指をさらに足してください。3つ押さえるとその音が出ます。フォーカウントやってみます。これで4種類の音が吹けるようになりました。おさらいします。左手中指だけでド、人差し指だけでシ、中指を足してラ、薬指を足してソの音が出ます。サックスを吹く上で欠かせない技術を伝授したいと思います。まず人差し指だけ押すシの指をフォーカウント伸ばしてみてください。その音を伸ばしている途中で中指を足してラの音にしてみてください。そうですね、2カウントずついきましょうか。指だけやるとシーラー、こんな感じになります。一息入れている中で途中で指を変えて音を変えることをスラーと言います。曲を吹くときには基本的にこの吹き方になります。シーラーとできた人はシーラーシーラーと何度も繰り返してやってみてください。それもできたらシーラーソーと薬指を足して3種類の音でやってみたり、ソーラーシー逆にしてみたり、行ったり来たりしてみてください。指使いの続きに行きます。左手人差し指中指薬指閉じている状態だと思います。そちらとプラス人差し指、これでファの音が出ます。フォーカウントずつやってみたいと思います。1、2、3。さらに中指を押すとミの音が出ます。フォーカウントずつやってみたいと思います。1、2、3。薬指を足すとレの音が出ます。1、2、3。小指は2つあるうちの下の方を押さえてドの音が出ます。1、2、3。低い音になればなるほど管も長く太くなるので息が必要になります。まずは上から降りてきましたがドレミファソラシド吹けるようになりました。先ほどお話ししたスラーで行ったり来たり、まずは練習してみてください。いかがでしたでしょうか。この動画が参考になったよと思ってくださった方はグッドボタンを、チャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。ツイッターもやってますのでぜひフォローをお願いいたします。実際にレッスンを受けてみたいなと思ってくださった方はファボリムジーク音楽教室までお問い合わせをお願いいたします。
それでは最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございました。